いまして、季節もすっかり秋にね、なって、なんだっけ、ディア・ビギナーズ、多分下に出ますのでですね、初心者に向けて、丁寧に教えようというところで、あと2回になってしまいましてですね、ちょっと実践最後、いろいろね、スケールとかも前回やって、拡張型とかもやったんですけど、それを使ってですね、今日はちょっとディレクターの佐々木君に伴奏などしてもらいながら、簡単にですね、ちょっとじゃあ先にコード進行をせます。いいですかね、そっちアップとかしなくていいですか。いいですかね、ここで。まずね、一番目がですね、A メジャー進行。で、これで使うのが A のメジャーペンタというところで、A、F シャープマイナー、B マイナー、E7 っていうコードを繰り返しながら、お伝えしてるペンタトニックスケールで、簡単にね、アドリブができるようにというところで。で、赤で書いてる方がですね、同じくマイナーペンタも勉強してきたんですけど、A マイナー進行ということで、 A マイナーペンタを使って、A マイナー C、F、G というところでコードをね、回しながら分かりやすくチョーキングポイントとかね、しながらやっていきたいと思いますんで、あと2回お付き合いください。じゃあそれではですね、実際、まず A メジャーからいきますけど、これはもう前回やったんですけど、もう一回おさらいしておくと、ですね、三上さん大丈夫でしょうか。A を中心に、っていうのを覚えていただいて、で、もうちょっと発展させてですね、拡張型、こっちですね。じゃあ、伴奏を早速聴いていただきましょうかね。よろしいでしょうか。カメラには映らないんですけど、アコギの音が聞こえてくると思うんで、じゃあ一回ちょっと伴奏を聴かせてください。お願いします。これに乗せて、じゃあ、ちょっとね、ずっと回しで弾き続けていただくので、そこで説明とかも入れながら、じゃあやってみましょうか、はい、じゃあ A メジャーペンタでいきます。僕フレーズ考えてきてるわけじゃありません。アドリブでやりますので、じゃあお願いします。ポイントをいくつかあったんですけど、まずチョーキング、ここですね、拡張型のところの一番上のに行ったと思うんですよね。それを、チョーキングで使ったり、あとスライドさせられてこっちに移ったりとかやったと思うんですけど、じゃあ一回ちょっとペンタトニックをその伴奏に合わせて、よく生徒さんに聞かれるんですけど、まだアドリブとかスケールが分かってない方で、どうやってソロを弾いてるんですかと。例えば A コードが A の時は A の音の中のコードの音を使うんですか、 F シャープになると F シャープの中の音で作るんですかっていう、そういう作り方もあるんですけど、このペンタトニックスケールっていうのは曲のキーですね。キーが A なので、A メジャーなので、A メジャーのコード回しの中で、さっき弾いたペンタトニックっていうのをやれば、アドリブができちゃうというところで、
そこにはまあチョーキングポイントだったりスライドだったり入るっていう話を大前提に皆さん理解してくださいね。じゃあもう一回いってみます。じゃあお願いします。フレーズというよりはなんかね、なんていうんですかね、もうペンタトニックにの、コード進行にペンタトニックだけ弾いてもなんかソロっぽくなると思うんですけど、いかがでしょうか。じゃあですね、まあスケール、ヨナ抜きというところで、4番目と7番目をメジャースケールの抜いたのがペンタトニックになるっていうのを言ったんですけど、まあせっかくなんでね、メジャーのスケールの音、ペンタ以外の音も絡めて分かりやすくソロを弾きたいと思いますので、じゃあよろしくお願いします。リズムモチーフっていうのを、やっぱソロってほら歌のメロディーと同じで、例えば裏から入ったりとか同時に入ったりとかってあると思うんですけど、それがただタララ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 ラとかってなるとすごくソロっぽくないので、なんかリズムモチーフ、それはまあ自分がコピーしたバンドのあのソロとか研究してみるとわかると思うんですけど、あのなんかこう歌ってるようなとか、なんかそういう抑揚つけたりとか、あと多いのがシーケンスフレーズって言いまして、あの同じことをずっと繰り返してギターソロって多いですよね。そういうのもなんか絡めてやるといいと思うんで、そういうのをちょっと絡めてやってみますんで、もう一度お願いします。これは A メジャーって書いてますけど、例えば A の6度上マイナー、 F シャープマイナーですね、 A、B、C、D、E、F、 これは平行調って言って、まあ同じ軸ですね、その曲をマイナーに聞かせるのかメジャーに聞かせるのか、でこれ今度はね2小節目から、こういう順番で弾いていくとマイナーのなんか曲っぽく聞こえるんですけど、ちょっとじゃあ伴奏をお願いします。これもね、実は全く同じスケールで、まあ、ここをルートに考えるのか、ここをルートに考えるのかで、アイアンの音は一緒です。じゃあそれで、まあ、さっきみたいなフレーズを、まあ、できるだけ同じようなフレーズを弾いてみますんで、そうするとどういう風に聞こえるかというところで、じゃあお願いします。
コードがマイナーから始まるとそういう同じ効果になると。だから、平行調のマイナーキーのスケールも同じペンタトニックで弾けるというところもまでビギナーの皆さん理解していただければと思いまして、というところでね、もう一個あるんで最後は、A マイナーですね。 A マイナーを次回やりたいと思いますんで、最後までお付き合い願えればなと思ってますんで、じゃあ次回はちょっと秋に合いそうなマイナーですね。よろしくお願いします。じゃあ臼井でした。どうも。